岩佐作太郎は日本のアナキスト。純正アナキズムを唱え、マルクス主義に反対しながらも、非嘉教的な革命を主張した。妻は岩佐主義。1879年9月25日、千葉県朝生軍生まれ、東京法学院卒業。1902年に渡米し、アメリカで社会主義者となり、サンフランシスコ日本人社会主義協会に参加する。 1906年、岡茂木ら平民社サンフランシスコ支部人士と共に、高徳周水の渡米を迎え、これを機に社会革命党を結成。1910年に大逆事件が発生した際には、これに抗議して天皇宛に日本天皇及び俗領諸教にあたうと題する公開場を送り有名となった。1918年に帰国し、 以降、アナキズム運動に参加する。同年に、坂井敏彦が提唱した日本社会主義同盟に、発起人として参加。1923年に、いわゆるアマかす事件で、大杉久氏が没した後、サンディカリズムを批判して、純正アナキズムを提唱した。1925年、国色青年連盟創立に参加。1922年11月17日、 石化防止団員との立ち会い演説会にて団員に日本刀で切りつけられる事件が発生する。1927年中国に渡り現地のアナキズム人種とつながりを持つ。1930年頃から朝鮮軍の自宅にこもって序術に没頭する。1933年に関東労働組合会議などが結成した。 ハンナチスファッショフン紛同盟の大会で登壇した際には数年ぶりに演説し弁士中止を受けたと報じられている。1937年民族主義の立場から国家対抗論を発表し、これをもって岩佐は明確に転向したとされる。1935年に焼き鳥屋台を開店し、日本橋近辺で夫婦で営業していた。 第二次世界大戦終戦後の1946年、近藤健二を代表として、日本アナキスト連盟を結成し1949年全国委員長に就任。その後アナ連は分裂し、今更反サンリカリズム系の活動家は新たに、日本アナキストクラブを結成した。1946年11月、石川三四郎、長谷川ゼカンらと共にコスモクラブを再建。 1967年2月13日没。ありがとうございます。